ジビのタンクバッグがご臨終されました、これも4年半ぐらいずっと使ってるんですけど、15リッターで結構な、容量ですね。で、こんな感じですね。ジビは、マグネットとかじゃなくて、ここにタンクのロックで、固定して、まあ宙に浮いているような状態ですね。これだとマグネットのように細かい傷がついたり、吸盤のように外れたりすることもないで、安全ですね。で、横のこのこれを広げるとですね、ここ容量が増えて、最大で15リッターかな。で、まあこういうサイドポケットがあって、止水ジャックになってますので、まあ、雨とかの侵入を防げるということで、大変気に入ってこれを使ってたんですけども、まずこのチャックがですね、3年目ぐらいに潰れました。で、ここのチャックがもう閉まらない状態ですね。もうこれが全く役に立たない状態です。で、つい先日、まあこの右側のチャックですね、取っ手がついにやられまして、こんな状態ですね。これで、ちょっとさすがにもうこれちょっと無理だろうと、まあ、まあまあまあ4年半5年近く使いましたので、新しいものにしようかなということで、今度は15リッターではなくって、5リッターのもうちょっと小ぶりのタンクバッグにしてみました。でこのジビのタンクバッグはこういった形でアタッチメントをつけて、その上にこういう固定する形です。こんな感じですね。タンクの燃料キャップの周りにこういう金属製のものをつけまして、この裏側のプラスチックのこの部分で、これでも動きます。これで全く動かない状態です。外すときはこのレバーですね、こいつをこのようにすればすぐ外れます。今朝ですね、ジビの新しいタンクバッグが届きましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。まず今使ってたやつですね、もうダメになったやつが、この15リッターの、タンクバッグなんですけども、この、裏面にこういったアダプターがついてて、これでこうガチャッとこうはめるタイプなんですけどもね、まずこのちょっとね新しいのと詰め替えていきましょうか。これが15リッターで、今度新しく来たのはこれですね、 MT505、これがね5リッターなので、この15リッターよりも3分の1ですね、3分の1なんで、こう見た通りちょっとだいぶ小さめなんですけども、まあこれね、15リッターがもうギリギリ限界、いろんなものをね、ちょっとまあ入れるんで、容量はもう大を小か、小、ん?大は小を兼ねて、大きい方がいいんですけども、これ以上大きくなると、ちょっとね、見た目にもあれなんで、まあこれがもうギリギリだったんですけども、まあまあ結構なものがまあ入りますんでね、これ15リッター。で、ちょっとね、新しく来たこの5リッター。詰め替えてみましょうか。まあ、この辺はね、同じですね。ここからなんか線を入れて、中の方からバッテリーを取る。で、横はこんな感じで、同じポケットがこう横に2つありますね。こっちもね、横にちょっとポケットが2つあります。ポケットがね、2つ。こっちと。だから形的には、まあ、機能的にもちょっと似てますね。ただこれ外側がちょっとこうハードタイプなんで、雨とかにも強いですね。で、この、これでですね、ここ開けるようになってますね。で、これが本体の、まあ、二重ですね。これガバッと返して、中がチャック、二重ですね。で、このショルダーと、あと、
となんかレインカバーついてますね。シリカンだと。ちょっとね、今パッと見たね、これちょっと、かなりちょっと小さいですね、やっぱり5リッター。5リッターね、こんな感じで、まあここにも一応、これまあまあ入りますね。ポケットと、あと、ここになんかこう、ベルクロで、ちょっとポケットありました。で、あとね。で、あとは、これは、こういうことか。ここに、これがポケットと、あとここにポケット。ポケットですね。ちょっとこれじゃあ小さいかな。ちょっと詰め替えていきますね。まず、まあ、もういろんなものがある。これ帽子がね、ヘルメット脱いだ時のまあ帽子。これがね、これはいつもここに入るの、まあ、形が、ちょっと形が崩れそうですね。何からいきましょう。まず、シールド拭いたり、ちょっと雨が降ってきた時に、シールド拭くタオルですね。それから、あと、砂利とかね、スタンドがめり込まないようにこのスタンドのやつですね。それからあとこの自撮り棒で、ヘルメットマウントのこの何ですか、ヘルメットマウントにつけるやつ、これちょっとこれですね。これとあと自撮り棒をスマホにするときのやつ、ティッシュ、あとこれは後ろのタンデムバーのところにカメラを固定するとき傷がつかないようにゴム、ウェットティッシュ、ウッドティッシュボール。これマスク。あと、これが、まあちょっと応急、ガムテとか、アロンアルファとか、応急処置できるようなものですね。それから、これが、重たいですね。これ、まあまあ、簡単にちょっとこう、ネジが緩んだりしたときに対応できるように、簡単なナットですね。あとは、まあまあ、普段はそんなもんかな。モバイルバッテリー。で、まあモバイルバッテリーはここに入れましょうか。モバイルバッテリーはここでいいと思います。ここに入れときます。で、まあ5リッターでもいいかな。財布とかは別で、レッグポーチに入れますし、あとなんだろう、ティッシュは濡れると使い物にならなくなるので、こっちに入れときましょうかね。で、料理でこの辺のものはね、もうすぐパッと出して使いたいんで、まあまあまあこっち入れときましょうかね。で、まああと、まあこれにカメラとぐらいかな。カメラと、まあこれ、ただね、もう帰りお土産とか買ってなんか持って帰ろうと思うとちょっと無理ですよね、この容量じゃね。まあでも、普通に日帰りでツーリングに行くときには、まあまあ必要なものはこの5リッターで、
いいかな。帽子入るんかな。帽子入らない。帽子入れるとちょっとあれですね、蓋閉めると帽子がぺちゃんこになるのかな。これはもうちょっと腰につける。あ、いけるな、いけるな、いけます。今度はちょっとチャックは潰れないかな。止水チャックの方がやっぱりちょっと弱いんかな。これね、上からこれかぶせるようになってるんで、これ自体は止水じゃないと思います。これ止水じゃないね。でもまあここには水が入らないので、一応これ上からこうすれば急な雨でも大丈夫ですね。で、容量は伸びない、増えない、開かないですね。あ、大事なものを忘れてた。このね、毎年もらいに行く鴨神社のこの鉄馬お守りですね。これを付け替えないとですね。これちょっと持ち手のところかな、ここかな。よしよし、これでね、これね、バイク乗りのための交通安全のお守りですね。鴨神社のこれですね。これをこう付け替えて、でまあこんだけここにこんだけ町があるんで、この深さからまだこれだけ物は入れれますけども、これを止めようと思うと、こういうことか、こういうことか。まあまあこんな感じかな。5リッターで十分かな。一応ですね、これを今度はちょっとタンクに実際また乗せてみます。